コンテンポラリー、ワーシップという用語は20世紀末の西洋の福音主義的プロテスタントの教会の中の一般的にキリスト教礼拝の形に言及される。もともとはカリスマ運動に定義される。しかしカリスマ神学に同意しない多くのものを含めて今は幅広い教会の中に修正されて拡大してみられる。コンテンポラリーワーシップは 形式的でないセッティングの現代ワーシップミュージックの仕様に特徴を付けられる。回収は回収賛美の中に大きな典型的な礼拝の姿を含む。歴史的にはコンテンポラリーワーシップ現象は北アメリカの1960年代のジーザスムーブメントとオーストラリアとニュージーランドの1970年代と1980年代のカリスマリニューアルムーブメントから起こった。 礼拝における音楽の機能、歌のスタイルと彼らの演奏、歌詞の明白な進学、それらの側面によって指し示されている進学は、伝統的な慣習と進学の背景から、コンテンポラリーミュージックを区別する。コンテンポラリーワーシップミュージックは礼拝の重要な部分をとり、不死の繰り返しは礼拝の進学的内容を補強する。印象派、心情や、 形式的祈りがほとんど使われないのだが印象は高まる。神学的にコンテンポラリーワーシップミュージックはペンテコステと福音的神学の影響を受けている。しかしながらこの現象は主要な教団にある程度影響を与えている。これは広く教会間の習慣における広い多様性である。コンテンポラリーワーシップは本質的にコンテンポラリー クリスチャンミュージック産業に関係している。コンテンポラリーワーシップによる変化は多くの教会で大きな論争のもとになってきた。ある反対意見が礼拝の慣れたスタイルの変化に抵抗を最初の理由として起こっている一方、もっと実質的な関心も起こってきた。コンテンポラリーワーシップの音楽的スタイルはポピュラー音楽からたくさんの影響を受けており、 現代の楽器を使用しているということは共通認識である。反対者はこの音楽のスタイルが予的で不道徳なライフスタイルに関係していると感じる。大変少数の神学者が礼拝の通常の原則の解釈に基づいて反論している。これに加えた議論が伝統的な賛美化とは異なり、カリスマ神学を時々反映している。多くのコンテンポラリーはアーシップミュージックの 指摘内容から原因している。増加している影響が裏口よりカリスマの教えの導入として見られる。これに加えて批判は多くのコンテンポラリーワーシップソングの平凡で深みに欠けると感じられている単純な用語法から発生している。最終的に批判家は増加している音楽のすべてがコンサートとパフォーマンスの雰囲気を作り出していると非難しながら、 ワーシップ礼拝が実際にエンターテイメントであると議論している。コンテンポラリーワーシップに対する反論はカリスマ運動に反対している教会の保守的な福音派から聞こえる。コンテンポラリーワーシップは標準的にセッションの中に少し挿入の語りもしくは語りなしで多くの曲を含んでいる。もっと伝統的なワーシップの形では祈りと朗読、 式文などで間を飾る、賛美歌が標準である。伝統的な習慣は、賛美、祈りサンドウィッチと現代的なブラックワーシップの形、または、プレイズワーシップをして時々言及される。コンテンポラリーワーシップの有名な特徴は、ワーシップリーダーである。ワーシップリーダーはほとんどは、回収賛美を導く役目をする良い歌唱能力がある、ミュージシャンである。 多くのコンテンポラリーワーシップソングの作曲者はまた、ワーシップリーダーである。ワーシップリーダーはコンテンポラリーワーシップ、礼拝において、重要な役割があるそして、集会の霊的な監督に責任があり、そして時々歌われる曲を選曲する。これは、礼拝が、標準的にたくさんの聖職者によって導かれる、伝統的な教会と対照的である。 コンテンポラリーワーシップミュージックのスタイルは、ポピュラー音楽に影響を受けており、伝統的な教会のオルガンに合わない。ほとんどの教会はコンテンポラリーワーシップを取り入れている。それゆえに、礼拝の間賛美を供給する、ワーシップバンドやプレイズバンドを持っている。他の用語で、ワーシップチーム、ワーシップグループ、プレイズチーム、またはミュージックグループである。 ワーシップバンドは、福音的教派では最も一般的である、ローマカトリックと同様に、他のプロテスタント教会の中に見られる。ほとんどのワーシップバンドは教会に基づいている。そして、自分の教会のよそでは滅多に演奏しない。しかしながら、あるコンテンポラリー、クリスチャンミュージックバンドは、イベントのために演奏したり、録音したりする。ワーシップバンドは多様な作曲を持ち、 多様な非伝統的な教会の楽器を使用する。1970年代と1980年代にはアコースティック弦楽器と木管楽器によるフォークミュージックスタイルが一般的であった。今日、ロックの影響が大きくなり、電子楽器の使用が拡大している。ワーシップバンドは標準的にボーカリストとアーシップリーダーを含んでいる。そして、時事教会は、 バンドと聖火体を両方っているけれど、伝統的教会の聖火体とパイプオルガンに代わって、回収の賛美を導く。ワーシップバンドは、若者の礼拝者のために、礼拝に現代的な音を創造することができる。ワーシップバンドは普段は教会に行かない来会者が、快適に感じることができるようにという原則を利用している。カリスマ運動の結果として、非常に多くの歌が書かれた。 それで一冊の本が歌われるすべての曲を含んでいることが稀になり曲の展開が急激になったので教会にとって賛美歌集とソングブックを使うことが実用的ではなくなったそれゆえに多くの教会では歌の歌詞を一つかそれ以上のスクリーンに映し出すワーシップの現代的なスタイルを導入したもともと OHP と時々スライドプロジェクターの仕様が なされた。しかし、ビデオプロジェクターの価格が下がり、機能が向上したので、コンピューターシステムがもっと一般的になった。特別仕様のソフト、ワーシッププレゼンテーションプログラムは、ディスプレイのイメージを作り出す機能が発達した。コンテンポラリーワーシップは、従来の礼拝の形式には見られない、他の要素を含んでいる。典型的に寸劇の形の、 ドラマが時々説教のトピックの要約として用いられる。ダンスが共通であるバレエと即興的なダンスが礼拝の表現と再び説教の目的で含まれる。時々短いビデオまたフィルムクリップが見せられる。以前に記したように礼拝に関することは教会内で非常に加熱した議論の題材になる。それは 時々みんなに受け入れられるようなスタイルを導入する必要がある。そして近年は伝統的と現代的両方の要素を取り入れたブレンディッドワーシップが創造された。これらの要素は楽器の違いに限定されない。例えばオルガンは声の成果体によってなるプレイズチームと共に使われ金管楽器と木管楽器はドラムセットのエレキギターとアコースティックギターと 同じように使用する。日本では、ミクタムレコードが、アメリカ・イギリスのコンテンポラリー、クリスチャンミュージックの曲に訳詞をつけて、日本流のバンドで演奏した録音が発売された。小坂忠だらが、日本全国のツアー演奏、ジェリコ・ジャパン、マーチ・フォー、ジーザスなどの集会を通して、日本の福音派の教会に広めた。今日も、カリスマ派、一部の福音派の教会を中心に、 浸透している。しかし、カリスマ運動の影響とコンテンポラリーワーシップの礼拝スタイルを強調した日本リバイバル同盟の設立以降、伝統的な福音派の教会は距離を置くようになっている。また、ノアミュージックミニストリーは、従来、欧米の翻訳が多かったワーシップソングに対して、日本語のオリジナルのワーシップソングを作曲、演奏、録音して発売し、 日本のカリスマ派と福音派の境界で用いられている。ありがとうございます。